はい。ダイワピュアラブです。竹井聡が、マリエさんつぶしに、加担していました。竹井聡が、自身の YouTube ライブで、芸能界は、健全なところ。マリエさんが言っているようなことは、 ありえないということを語っていました。武井宗も、有吉と同じく闇側に取り込まれているということがよくわかりました。武井宗も、有吉と同じく都合が悪い人物が 出てきたときに、潰しにかかる要因の一人なんだと思います。竹井壮には本当に失望しましたね。ご視聴いただきありがとうございました。